こんばんは、ゲームやわです。本日の動画では、バイオハザード RE4 の体験版をプレイして感じたことと、PS4 版と PS5 版の違いについてお話しさせていただきます。ご存知ない方のために、バイオハザード4について、ざっくりご説明すると、大統領の娘が誘拐されたので、ヨーロッパの辺境の村に捜索に行ったら、村人たちが超やべえ連中だったという話です。それまでのいわゆるラジコン操作から、肩越し視点のシューター系ガンアクションに、大きく方針転換を遂げた作品でもありました。以前のバイオハザード RE2 は、オリジナルのエッセンスを残しつつ、新たな恐怖演出を取り入れることで、概ね高い評価を得ていたと思います。一方、バイオハザード RE3 は、シューター系のリニアゲームに方針を転換し、原作から大きくゲーム性が変化していたため、その評価は賛否両論となっていました。本作は果たしてどのようなリメイクになっているのでしょうか。なぜ、ナイフに耐久度が設けられているのか。リメイクでも空耳は健在なのか。詳しくレビューしていきたいと思います。それではまず最初に、PS4 版と PS5 版の違いについて。左の映像が PS4 版で、右の映像が PS5 版です。映像の滑らかさを確認するために、あえてダッシュの場面を比較しています。プレイをしてみるまでは、どれくらい差があるのか気になっていたのですが、実際のプレイ映像を比べてみると、映像の滑らかさには若干差があるものの、グラフィックの質に関しては、個人的には、そこまで大きな差はないと思いました。上のような集団戦では、敵の数も多く、かなり激しい動きになるケースも見受けられますが、少なくとも体験版の範囲では、ゲームパフォーマンスそのものに、大きな違いは感じられませんでした。もともと本作は、PS4 での販売は予定されていませんでしたが、昨年までの PS5 の品薄の状況を受け、急遽縦マルチにしたという経緯がありました。PS4 でも、遜色のないゲーム体験が楽しめるようになっているのは、とてもいいことだと思います。実際に同じ場面を見比べても、ほとんど見分けがつかない場面も多いですが、じっくり見てみると、チェンソー男の麻袋や洋服など、ディテールの描写には違いが見受けられます。PS4 版から PS5 版へのアップグレードは、無料で行えるそうです。それでは続きまして、リメイクにおける、ホラーゲームとしての恐怖演出について、具体的に検証してみたいと思います。オリジナルのゲーム冒頭は、レオンが村の家屋を探索し、敵と銃撃戦を繰り広げた後、レオンに同行していた二人の警察官が、不意に行方をくらますという幕開けでした。一方リメイクは、すでに、二人の警察官とはぐれている状況からゲームがスタートします。レオンはその警官を探すべく、一軒家に迷い込むことになります。最初の家屋に至るまでも、薄暗い中、草木を分け入って進む場面など、細かい演出が新たに加えられていました。草木で視界を遮ることで、先に進もうとしているプレイヤーに、じんわりと緊張感を与えようという魂胆です。家屋の間取りや構造も、オリジナルとは全く異なるものになっているため、オリジナルをプレイしている人でも、恐る恐る歩を進めることになると思います。入って突き当たりのドアには鍵がかかっているので、ひとまず別の部屋に入ることに。その別の部屋で、オリジナルと同様、記念すべき、第一村人発見です。オリジナルでは、ここで村人に襲われ、初めての銃撃戦を体験することになりましたが、リメイクでは、ムービーが挿入され、レオンが勝手に、蹴りで敵の首をへし折ってくれるので、ひとまず初戦闘はお預けです。そして、この村人が鍵を持っているので、先ほどの施錠されていたドアを開けることができます。暗がりの中、家屋の地下室に足を踏み入れることに。RE2 や RE3 にもあったように、懐中電灯を灯し、限られた視界の中で、息を飲みながら歩を進めます。こうして視野が限定されると、いやおうにも、じんわりと心拍数が上がることになりました。リメイクでは、探していた警官の一人を、この地下室で発見することになります。一気に緊張感が高まったところで、1階に戻ろうとすると、何やらガタゴトと物音が聞こえてきました。すると、さっきレオンが首をへし折ったはずの敵が、地下室に降りてこようとしています。つまり、レオンが首をへし折る場面を見せて、プレイヤーをひとまず安心させつつ、警察官の死体を発見し、恐怖心を抱かせたところで、死んだと思っていた村人に襲われるという、意外性のある展開が仕込まれているというわけです。
な、なかなか粋なことをしてくれるじゃないか。ちょっとだけびっくりしたよ。そして、ここで初めての銃撃戦を体験することに。オリジナルをプレイしている私でも、この意外な展開には、思わず慌てふためいてしまいました。ホラーゲームは、先の展開がわかっていたり、予測がついたりすれば、怖さが半減してしまうかもしれません。そこで本作は、家屋探索から第一村人発見に至るまで、ゲーム内容の舞台や素材は同じでも、家屋の構造や、初戦闘に至る展開を微妙に変化させることで、オリジナルをプレイしている人も、新鮮な恐怖体験が味わえるようになっています。また、このリメイクには、二つの新しい要素が盛り込まれていました。一つはステルス要素です。第一村人を撃退し、地下から1階に戻ると、他の村人たちの姿を目撃することに。この時点で、残りの銃弾は、私の場合は4発でした。複数の村人と戦うには、かなり心もとない状況です。しかし、村人たちは部屋に入ったため、しゃがみ歩きをすれば、戦わずにやり過ごすことができました。ただ、本作の村人たちは音に敏感のようで、ダッシュはもちろんのこと、通常の歩きでも、足音に気づく仕様になっているようです。しゃがみ歩きで背後から接近すれば、ナイフで捨てるスキルも可能になっていました。バイオ4は、もともと敵の数が多いゲームですので、状況によっては、ステルスを駆使することも、リメイクでは重要な場面もあるのかもしれません。もう一つの新しい要素は、そのナイフに耐久度が設けられた点です。ナイフの使いどころの一つは、正面から敵に掴まれた際の緊急回避です。上のように、背後から羽交い締めにされた時は、当然のことながら、ナイフを使うことはできず、ボタン連打で振り切ることになります。それから、銃撃戦の際でも、ヘッドショットで敵がよろめき、敵の背後に回り込めた時は、ナイフによる致命攻撃か、ゲリを発動できるようです。逆に、敵がよろめいた時、正面に対峙している場合は、ナイフは使えませんが、ゲリを発動することができます。オリジナルの蹴りは、雑魚敵ならば、ほぼ一撃で倒せるほどの強さを誇っていましたが、リメイクでは、蹴り一発では、首の骨が折れるだけで、完全に倒すことはできません。先ほどご覧いただいた、レオンが第一村人に蹴りを入れる場面は、蹴り一発では、敵は死なないということを示していたようです。従って、わかりやすく言うと、蹴りの威力が見直された代わりに、ナイフの威力が高められたという話です。ただ、ナイフ一辺倒になるのも良くないので、耐久度を設け、バランスをとっているといった感じです。体験版にはまだ登場しませんでしたが、ナイフの耐久度は、商人にお金を払えば回復できるとのことです。RE2 のナイフにも耐久度がありましたが、本作のナイフは、使用頻度の多さを考慮しているのか、RE2 よりも、だいぶ耐久度が高めに設定されているようです。また、上の画像のように、ナイフにも、威力、硬さ、攻撃速度といったステータスが設けられ、ゲーム進行に応じて、お金で強化ができるようになっている模様です。ナイフに耐久度が設けられた影響で、リメイクでは、アイテムが入った樽を壊す際は、レオンが体術を用いるようになっていました。肩越し視点による銃撃戦は、RE2 や RE3 の感覚に近く、敵には、一定のしぶとさが感じられるものになっています。ただそれに加え、本作では、体術やナイフを駆使する戦術が盛り込まれているので、戦いの幅が広がっているという印象です。それから、空耳ファンの皆さんに朗報です。リメイクでも空耳は健在のようです。ちなみに、村人たちが口にしているのはスペイン語でした。本来の狙いは、言葉もわからず、襲われている理由も不確かな状況下で、より恐怖心を与えるというものだったと思いますが、この空耳によって、完全にネタ扱いされ、むしろ笑いが込み上げてくるという大誤算が生じました。また、整理整頓するのが癖になる、アタッシュケースによるアイテム管理も健在です。一方、オリジナルでは、ゲーム序盤で、トラバサミにかかった犬を助ける場面がありましたが、体験版では罠にかかっている犬は、すでに絶命している状態でした。もしかしたら本編では、また違った形で登場することになるのかもしれません。チェンソー男が現れる村中央の集団戦は、オリジナルと同様、切迫感あふれるものになっていました。
銃弾がどんどん消費されていく中、次から次へと村人たちが襲いかかってくる状況は、オリジナルを忠実に再現しています。今回の体験版は、時間にして賞味30分程度のものでした。しかし、先ほどお話ししたように、ゲーム序盤の家屋の展開は、オリジナルをプレイした人にも、新たな恐怖体験の可能性を感じさせるものでした。もともとバイオハザード4は、リソース管理型のシューター系ガンアクションとして、完成度の高い作品でした。したがって本作は、家屋探索のように、展開に変化を設け、恐怖演出をアップデートしようという試みと、村中央の集団戦のように、原作の良さを活かした部分の、両面を合わせ持ったリメイクという方向性なのかもしれません。いい意味で原作ファンの予想を裏切りつつ、シューター系ガンアクションとしての良さはしっかりと残し、いくつかの新たな要素を盛り込みながら、懐かしいけど新しい体験が楽しめることを期待させてくれるような体験版でした。ゲーム屋は、特別企画を最後までご覧いただき、ありがとうございました。ゲーム屋は、毎月1日、15日更新、毎回一つのゲームを取り上げ、作品の解説や、ゲームにまつわる様々なエピソードを紹介しています。それではまた何かしらの動画でお会いしましょう。おやすみなさい。